札幌海祖、志村哲一、札幌海祖志村哲一応居住の地跡、志村哲一は札幌に初めて居住した和人で札幌海祖と呼ばれている。志村は元は新州の見客だったが、江戸生まれの元幕臣で石狩役所に勤める荒井金助の誘いにより、江戸地開拓にやってくる。荒井金助自籍材料所集の石狩役所の足軽。 亀ヶ吉太郎が述べるところでは、志村は、石狩在住見学門教授方、鈴木昭助の家来であり、石狩に来た折に、荒井から豊平通行や守るを命じられたという。当時の豊平川は橋もなく、現在の5倍から10倍の水量があり、交通の障害となっていた。そのため1857年、函館武行によって千箱と千歳を結ぶ。 札幌越新道が改作されると、幕名により志村は豊平川渡し森として、現在の豊平橋付近に今日構えた。志村の扱いは足軽格で、給与は二人ぶだった。渡し船の業務は主に息子の仕事であり、和船では渡りきれないような急流を、丸木船を使い両岸に張った黒和の鶴をたぐって渡ったという。その後、 両氏の吉田茂八が付近に居住するようになり、二人は信仰を深める。やがて人の往来が多くなったため、志村は駅庭も兼務することとなる。だが1869年、幕府に代わって、明治政府が札幌に開拓詩を置き島ま吉が、方願としてやってくると、志村は仕事を奪われ、代わりに吉田がその任につくことになった。理由は不明だが、 幕府との関係が深かったのを恨まれてとも言われている。1871年4月に豊平橋ができると、橋森を務めたが、それも1874年10月に解任された。職を失った志村は絶望し、上山系で温泉を開いていた。微善上山という層に愛に旅立つが、上山系に姿を現すことなくそのまま行方不明となる。 住居後の遺跡に検証費が混流されたが、1967年、新豊平橋の佳境に伴い同士と豊平4条1丁目に移転している。この検証費とは別に、遺跡には案内表が立てられている。片岡 2012P242AB 片岡 2012P243 ありがとうございます。